ロンがなんかすごい変な便っていうのかなをしてて、すごい心配なんで今からちょっと病院に行きたいと思います。なんかその後もなんか少し様子見てたんですけど、なんかすごいだるそうにしてたの、すごい何動かなくて、なんか午後からなんかすごいなんかおとなしくて大丈夫かなとは言ってたんですけど、すごい増えてるねコロン。見えないのに暗くて、ということで急遽病院に向かいたいと思います。今ね、受付済ませたんで呼ばれるまでね待ってます。はい、車からでもね出るなるって言うんで車で待ってます。はい、何もなかったならそれはそれでねいいしね、やっぱちょっと心配だなと思ったのでね急遽ねちょっと病院に来ました。前一度ねシロも同じようなことがあって、シロもすごい具合悪そうだったんだけど、でもまあ様子見でシロの場合 OK だったからね、コロもねそれで無事だったらいいけど、何もこともないことになりましょう。はい、帰ってきました。はい、コロンちゃんですね、なんか大腸炎みたいな感じでですね、はい、なんか変な食べ物って言っちゃなんだけど、わかんないんだけど、慣れてない食べ物をそうそうそう開けちゃってそうみたいな感じでしたね。そうですね、で病院で点滴と注射を打ってきました。でね、今日の夜はご飯食べちゃいけないって言われてるの でちょっとうちにはねもう一匹シロンちゃんがいるから、うん、シロンまでをご飯抜きはできないので、うんうん、一人食べちゃうとさかわいそうだから、うん、ちょっと今 ね、そう転んだけ上に来て、シロン今そう今ご飯食べてます。はい、めんなコロン、明日の朝には食べれるからにゃ気持ちいいな、匂いつけたいなまあ、元気はちょっとあるんだけど、だいぶ元気になってきてね。なってきたね。うん。一時期どうなることかと。でもね、結構ひどいって言われたんだよ、もう便の状態見せたら。だから、でも一応なんか思い当たるのが、うん、あのこの前ドンキで買ったあの、うん、チュールみたいなやつをクシロンはなんか食べなかったらしくて、なんかサツさんはね、そうコロンはめっちゃむしゃむしゃ食べたらしくて、多分それかなっていうちょっと心当たりが、だからなんかあんまりむやみにさなんかいろんなものを買って、新しいものをね、うん、開けちゃいけないんだなってなんかまた思いました。そうね、そうシロンもなんか前さ食べ物でなんか変ななっちゃったから、あの卵とかも食べるとそうそうそう、そうだからシロンも結構なんか敏感だから、あんまり変わったものをあげてなかったんだけど、でおやつとかもなるべく無添加のやつを買ってね、うん、してたんだけどね、ちょっと油断してしまいました、ね、ごめんなコロン、早く元気になろうな、明日になったらご飯食べれるからな、うんうん、ね、お薬も飲もうな、ね、かりゃんかわいいからんからん、何みたいなのかな、コロンちゃんコロンちゃん、コロン大好きだよかわいい、早く元気になろうね、大好きだよコロンちゃん、嫌だったね今日、病院頑張ったね、うん
ってない子。すごい震えてて、もうガクガクでずっと震えてたから、かわいそうになっちゃったけど、しょうがない。よく頑張ったね、注射とね、点滴ね。ね、辛かったね。ね、辛かったよね。その間ね、しほちゃんはね、ちょっとグーグー寝ててね、すっきりした。まあでも2時間ぐらいかかったから、ほんとね、で1人しか入っちゃいけなくて、そうなの、だから病院に車で持ってしまって寝てました。そう、することなくてね、まさか。そう、車開けたらさ、超寝てて、起きないからさ、しーちゃんって言ったら、ふっと起きて、でちょっとこれを持っててもらって、ママが会計して、ね、起きなくてね、あでもよかったよ、寝て待っててくれたから、多分そんなに一瞬だったはずなので、ね、起きて待ってたらさ、まだかなまだかなってなるじゃん、かなりかかったからね、時間やっぱね、病院はやっぱ時間がかかるね、急に行くとね。そうだね、予約とかしない。でもね、コロンちゃんのためだから ね、よかった。でも、よかったね、コロンちゃん治るって、よかったね。うん、お薬明日から飲もうね、頑張ってな。頑張ろうね、頑張ろうね、コロン。かわいい、コロン好き、コロン頑張ろうね、頑張ろうね。かわいい、頑張ろうね、ずっと生きるんだぞね。でもあと10年、あとね、違うわ、あとね、今2歳、今あとね8年やるんだから、10年、生きてくれれば、私が20歳になるまでずっと生きてくれて、でも今の時代の20年とかいけるのかな、どうなんだろうね。じゃあ私がね、私が30歳になるまで、カランちゃん絶対一緒だじゃん、一緒なの、一緒なの。大好き。毎日そうやってやってるよね、カロン。しーちゃんね。コロン大好きだよね。大好きなの。シロンも好きだけど、もうコロンにべったりだね、しーちゃん。どっちかというとね。はい、ということでね、はい、一応まあ、明日からちょっとお薬を飲んで、はい、きます。でもし、はい、あのそれでもまだ体調が、食欲がなくてご飯が全然食べれなかったり、また便がちょっとおかしかったり、ちょっと具合が改善しないようなら、またね、明後日ぐらいかに改善したらいいの？うん、一応お薬3日分出てて、もしなんかどうしても良くなさそうならまた来てって言われました。まあ、とりあえず3日間ね、お薬飲んでね、治しましょう。はい、じゃあね、コロちゃん、みなさんにバイバイして、バイバイ、バイバイ、バイバイ。